はようございます。釣り子 TV です。先日千葉県亀山ダム時田ボートで開催されたキャスティング岩月店主催の青木大輔カップ、ここで D スタイルブースでなんとですね、2024年に登場予定のプロトタイプのルアーが数多く展示されていてですね、今回実際に開発した方のお話なんかも伺えたので、そんなところね、動画にまとめてみました。さすが D スタイルならではなですね、一味も二味も違うね、そんなルアーがねいっぱい展示されていたので、本邦初公開みたいな感じで言ってたので、結構最新の情報になるんではないでしょうか。ちなみにですね、大会の方の結果はですね、青木プロも含めてですね、他の動画にまとめてありますので、ぜひねそちらもご覧ください。それではですね、D スタイルの2024年登場予定の最新ルアー見ていきましょう。大きいもん。これは塩とか入ってる。塩入ってますね。はい。はい、もうぎっしり入ってて、まあ、形状的にはもうほぼ完成ですね。はい。もうあの後ろがちょっとリブになってるのが特徴で、はいはい、中で首出てるんです。はい、本当だ。あ、中でくびれてる。そうですね。ちょっとこう左右にこう少しこう動きが出やすいっていうか、あとはまあ腹筋が良くなるんですよね。ここが柔らかいとやっぱり。なおかつでも塩が入ってるからしっかり狙いの動きは出て。芋で動きを出すっていうためのそうですね、すげえ。なんかちょっとこの、まあ、動きを出すのと腹筋を上げるため、腹筋のこの向上っていう狙いですね。さすがな、細かさ。これ登録すればいいの？登録していただければ、あの、好きなやつ1枚っていうのを。持ちパンでね、もう必死こいて。SV スティック。これはもう SVSD っていう虫ルアーがあると思うんですけど、はい、それのスティック版ですね。はい、まあ、ただ基本的にまあちょっと未完成なんですけど、まあ、手の数だったりとか長さをもうちょい調整する必要があるかなと思います。リグ的にはどういうのを想定？もうリグはね、ノーシンカーでもいい、ワッキーでもいいし、はい、まあ、ヘビーダウンショットとかダウンショットの奥でもいいですし、まあ、やってみるとなんか結構何でも使えちゃう感じですね。ヘビキャロル、まあ、カメラだったらヘビキャロがいいんじゃないですか。はい、手がすごいスカイフィッシュで動いてる。一応サイズがいろいろ今試されているっていう。そうですね。一輪もこれはニューサイズで。ニューサイズ、つぼみって呼ばれてるんですけど、はい、まあ、青木がやっぱ河口湖のマッチングベイトっていうところで、はいはい、70だとちょっと食いづらいなって状況の時に使うやつですね。これもなんか、こちらも新色の方ですね。はい、なんかただ置いただけでバイトしたんでびっくりしました。これはなんか、なんだろうこれと思って。まあ、結構そのやっぱローリングスレベルがいい仕事してくれてて、結構やっぱローリングスレベルがこう回ることによって、はい、まあ、あのバランスを崩しやすいんですね。はい、バランスを崩すためにも、まあ、意味はありますね。腹筋カット時のバランス防止なんですけど、やっぱ河口湖を結構してるんで、はい、河口湖って観光船の波がいっぱい来るんで、はい、まあ、波に対してやっぱこうすごくルアーがナチュラルに動いてくれるんで、はい、そういうスタビライザー、ちっちゃいスタビライザー的な意味もあったんですよ。うわ、知らなかった。あ、で、これにもちっちゃいながらちゃんと。そうですね、ちゃんと入れてます。うわぁ、はい、焦点の。すげぇ。ここら辺は来年とかうまくいけば。来年発売ですね。はい。こういうのだったのか。すげぇ。はい、ちょっとあの透明感ある方が良かったりとか、これはもう完全にリアルプリントでやったんで、針は本当は普通の、あの、はい、ちゃんと返しがついてトリプルフックついてますんで、はい、たまたまシーバース行く予定あったんで、その時期だったんですよ。徐々に今調子上がってきてますもんね。そうですね。で、前あれですよね、釣ってましたよね、これで、あのシーバース。あ、これ出た時に誘ったって。箇所でネチ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 できるから、バイトチャンスいっぱい作れるね、このルアー。うわ、出た。ああ、乗ったんだけどね、今。うわ、出た、すげえ。おっしゃ、乗った。すげえ、フレックスローラー。あ、食った。フレックスローラー食ったね。カービングターン中に来ましたよ。あ、
はい、フレックスローラーに鈴木くん。元気っ子、ありがとう。イスタイルの最新のね、フレックスローラーに来てくれましたよ。君、今日ね、いい出方選手権ナンバーワンだよ。いやー、いいサイズ。さあ、フレックスローラー、いいサイズがもう。おぉ、ポコポコに来るってくる。これだと、なんか、結構あそこ、みんなやってスレッカらしなんですけど、あそこでビッグベイトで連れてくれるってすごいなぁと思って、結構みんなボートマンが入れ替わりだった。はい、皆さんお疲れ様でした。リーガーライブできませんでした。はい、久々に亀山で釣りたんですけど、まあ、あの魚団にバスはめちゃくちゃ映ってるんですけど、まあ、23センチと24センチとか、あと1匹だけ40オーバーかけたんですけど、それがあのジャンプで外れてしまいました。まあ、下から上流まで行ったんですけど、まあ、ライブスコープが出てからほぼやったことなかったんで、改めて見ると、バスめちゃくちゃいるなという印象です。まあ、ただなかなかやっぱ、食ってくる魚は非常に少なくてですね、まあ、例えばカバーを絡めたりとか、まあ、沖のこうフラフラ中層を泳いでるのはなかなか難しいなっていう、まあ、そんな印象でした。はい、まあ、でもあの小さいのから大きいのがね、非常に魚の数は多いと思いますので、まあ、今日も思ったよりあのウェインも、されてたので、さすが亀山だなと思います。まあ、またロケとか、まあ、YouTube のチャンネルとかもやってるんで、まあ、亀山まだやってないんで、ね、まあ、もしかしたら年内にちょっとやってもいいかなと思っています。はい、とりあえず1日、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、というわけでね、最新のルアーと、あとね、青木プロが、亀山ダムを攻めてこんな感じだったよなんていうところもね、まとめてみたんですけども、青木もすごいですね。これね、アップで見た時に本当ね、内側がちょっとね、くびれた形状になっていて、で、触ってみるとね、塩いっぱい入っていて、この質感で、で、芋ってもうこれ以上やりようないんじゃないかなってところに、このね、ギミックを乗っけてきたってところで期待大ではないでしょうか。あとね、SVSB ね、非常によく釣れるルアーですけども、それをスティック状にしたね、こちらのルアーなんかも、抜群に効きそうなということで、ディスタイル2024年期待のルアー、かなり多く登場するんではないでしょうか。ということでね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。釣り子 TV でした。また会おうぜ。